北見さん。教えてください。この間あのゼットが死んでしまうって言ったのは本当なんですか？ねえ。本当だよ。どうして？知ってどうする。それは秋尾君にあのゼットのドライバーになら話してくれますか？一緒に来てください。おい。オーバーホールしかないかもな、こうちゃん。だけどこのエンジンをバラしてちゃんと組めるやつがいるかどうか、俺には無理だ、秋代。どうしてうちの学校が？横浜33-53681、覚えてたナンバーを陸運局で調べて。まさか一人暮らしの高校生とは思わなかったけどね。あなたがあの Z を？調子崩してたな。ええ。いくらキャブの同調を取っても点火系見てもタペット見てもダメだな。今のまま走り続けているとあいつは間違いなく死んでしまう。フルオーバーホール、所詮機械だからな。完全分解してまず消耗品を取り替える。そしてまあ、ただあいつをバラして元通り組めるやつは一人しかいないけどな。だがその男はもう二度と組む気はない。北見さんって意外と嫌な親父なんですね。私の R のチューンの依頼もダメで、あの Z を直してあげようともしない。当然だよ。おめえみてえな綺麗な子殺しちまったら、さすがの俺も寝覚めが悪い。じゃあお願い、あの Z を直して。それはダメだ。それにそろそろ新しい車の依頼が来る気がするしな。え？新しい車って？ N28 回ツインターボ。基本的には難しいとこはない。ガスケット、パッキン類をとりあえず集めて。キャブターボだからな、バラすとセッティング出にくいぞ。分かってる。本当に一人でやるんだな。うん、こいつは俺の Z だから俺の手でオーバーホールする。よう、アキオ、順調か？うん、まあ。道具で何か必要なものあるか？貸してやるぜ。そう思って借りに来たんだ。買うと結構高いから。穴から当てにしてやがったのか。ガレージの中から好きなの持ってけ。ありがとう、こうちゃん。ちょっと付き合わない？面白いとこへ。悪い、バテてんだ今日。北見さんね、今あのテスタのチューンしてるのよ。あそこよ。わざわざチューンのために借りたんだって、この工場。こんばんは、ちょっとお邪魔します。いいですか、少し見てて。どうぞ。自分でバラしてるのか、あの Z。 ええ、なんとか仮組まで行きました。
交換部品は？とりあえずガスケットとパッキン類を。でどうした？全部バラして、タービンもキャブもクランクも割って、全てのパーツを洗浄して磨いたと。ええ、オイルとか塗って。やっぱダメですか、それじゃ。さあどうかな。全部終わるのにあとどれくらいかかる？1週間ぐらい。その頃ならこっちも完成している。